森の都と謳われる仙台は、海や山々が隣接する豊かな自然環境と交通網や利便性の高い都市機能が両立する東北の中枢都市です。東北大学文学部はそんな町環境の中にあり、皆さんに実りある学生生活への扉を開いています。文学部の礎は1922年に東北帝国大学法文学部として築かれました。狭い専門性に限定しない幅広い教養教育を目指すため、その扉を開いたのです。東北大学文学研究科の赤レンガの資料館には、世界的に見ても貴重な品々や日本の考古学上重要とされる発掘品などが数多く管理されています。中には大英博物館の展示物として貸し出しした経歴のある大変珍しい遺物や、国の重要文化財に指定された出土品など、ここには日本の歴史に光を当てる重要な品々が大切に保管されています。大学図書館はその長い歩みの中で多くの文献資料を所蔵してきた由緒のある図書館です。ここで保管されている典籍類は多岐にわたります。夏目漱石の代表的な作品の直筆原稿などの資料もここで管理されています。その他、国宝に指定されている唐時代の四季から東晋時代の中国絵画の面影を伝える絵巻物、世に名高い貴重な医学書、さらに世界的に知られたチベット仏典など、それぞれの時代をひも解く重要な文献や資料が数多く所蔵されています。これらの資料の収集には文学部の教員が大きな役割を果たしました。このほか文学部にも宝沢文書や川口絵海将来のチベット資料などが長い学問研究の歴史の中で収蔵されてきました。東北大学文学部は現在25の専修があり、その多彩さにより一人一人の関心を大切にする研究と教育の場が用意されています。基礎学を大切にする文学部では、その研究方法を積極的に授業へ生かすことにより、さらなる専門性と独創性を養っています。文学部では何を研究しているのか、それは一言で言えば人間についてです。文学部には25の専修がありますが、そのどれもが人間を対象として扱っています。そして文学部の研究というのは、おそらく皆さんが思っているよりも科学的です。一つの言葉、その中の一つの音、そうした些細な違いに注目して分析する、それが文学部の研究になります。それによって私たち人間とは何か、そして人間の暮らすべき社会とはどのような社会なのかということについて考えています。1年次には学部を超えた教育を、25の専修に分かれてからの2年次においても他の専修の授業を受けることによって多様な視野を身につけていただきたいと思っています。皆さんは魚を与えるよりも釣り方を教えろという言葉をご存知ですか？文学部での教育はまさにこの言葉によって表現されるようなものになります。皆さんに新しいアイデアを生み出すための様々な道具や考え方を身につけて、人間とは何かということについて新しい考えを生み出してもらいたいと思っています。僕は今英語学研究室っていうところに所属しているんですけど、それだけじゃなくて歴史だったり日本文学だったり文学的なこと、その他にも哲学だったり、いろいろな専修があって25個の専修から選べる、自分の研究室を選べるっていうのがまず魅力的なことの一つだと思います。で、2つ目として、東北大学の文学部に入ってからもそのどこの研究室に行きたいかっていうことをじっくり悩めるっていうことが魅力的なことじゃないかなって思ってます。その他にも起業してるすっげえやつらもいっぱいいる、他にも長期的なインターン、企業のインターンに行ってるすごいやつもいる、で、他にも学友会っていう団体に所属して朝晩練習して大会で成績を残したいっていうふうに活動してる人もいる、で、東日本大震災以降その震災の復興
に向けてボランティア活動をしている人もいる、いろんな人が身の回りにはいます。そういうところが東北大学の魅力かなというふうに僕は思ってます。また文学部では海外との交流も盛んに行われ、留学などの支援にも力を入れています。私たちは、シーボルトというプログラムで去年、10月7日から東北大学で、ただし、東北大学の文学部で1年間の留学しに参りました。文学部はすごく面白いし素晴らしい環境ですね。特になんか外国人向け、外国人に対してフレンドリー、環境だと思います、これは東北大学の文学部だけでなく仙台市も本当に国際的な街じゃないですか。そうですよね、仙台は本当にいいところだと思います。なんか緑も美味しい、人も優しいし、そう、食べ物も超美味しいんですよね、本当に。勉強も生活も楽しんでますね。で、ぜひ文学に来てください。はい、待ってます。東北大学文学部の学生の就職先は多岐にわたり、卒業生たちは専門の枠を超えて多様なフィールドで活躍しています。地域との交流の機会を積極的に設けているのも文学部の特徴の一つです。毎年文化の日には季節を楽しみ句を読み味わうもみじの画、その他にも一般公開としてのさまざまな講座を定期的に開催しています。安倍次郎記念賞は日本を代表する思想家安倍次郎の探究の精神を受け継ぐために設立されました。高校生が描く優れたエッセイを対象に毎年表彰が行われます。東北大学文学部の伝統や現在行われているさまざまな教育研究の取り組みについてはこれまでの映像で見ていただいた通りです。文学部が対象とする人文学は英語で The Humanities と呼ばれます。これはヒューマン、つまり人間について思想、文化、歴史、社会、そして言語といったさまざまな視点から総合的に研究する分野です。身分制度に縛られていた近代以前とは異なり、今日の私たちは一人一人の人間の基本的な権利、その自由や平等を尊重し公正な秩序の下で他人と共存することを目指す、そういう社会に生きています。でこうした価値観を堅持していくことは私たちが平和で安定した生活を送る上で最も重要なことです。もちろん現実には人権や公正さを脅かすさまざまな困難な問題が発生しています。しかしそうであるからこそ個々の当面する課題について間違いのない判断が下せるように、私たちは人間とは何であり人間が作り出す社会はどうあるべきかについて深く考える習慣を身につけておかなくてはなりません。その意味で文学部は現実をよりよく生きていくために必要な判断力を養成する、優れて実用的な学部だといえます。皆さんとともに人間というこの興味深いテーマについて学び議論する機会が訪れることを楽しみにしています。